感染力アップ道場道場道場おーズヨさん今日も上手にできた、はい、そうですね、完璧でしたね、うん、ズボンです、なぎさです、スタッツパーカー慎太郎です、よろしくお願いします、お願いします、はい、いよいよ2020-21 シーズンも残すところ、はい、B リーグファイナルのみと、バスケットボールダイナーショッピングよいしょすごい、なになに打ち合わせ通りだね、うん、すいませんね、急にね、何の打ち合わせもなくいきなり申し訳ありませんね、はい、はい、アドリブ、何ですか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 、なんと、はい、なぎささんが出演している、はいはい、映画ほいほいほい、トラップガールの DVD すごい、なんで持ってんのありがとうございます、すごい、北原さん、はい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 、いますね、北原理恵さん主演の、はい、そこに、はい、私が、北原さん買っていただいたんですか、買いました、とも発売日に申し込んで、ただちょっと来たのは今日だったんでちょっとね、 あれでしたけれども、ありがとうございます、はい、5月21日にトラップガール DVD 発売しまして、はい、私そのトラップガールに秘書役で出させていただいてるんですけれども、まさか慎太郎さんは、はい、はい、購入していただきましたが、これはプレゼントでいいんですか、ズモさんあ、いいっすよいいっすよ、はいこれは慎太郎さんのね、これは慎太郎さんのは慎太郎さんのもので、はい、それとは別に、はい、渚さんから、渚さんからはい、私バスケットボールダイナーから、はい、バスケットボールダイナーからコメント欄に、もしもあの私が役者をしている姿を、いつものなぎちゃんとは違う姿を見たいぞっていう方がいましたら、 DVD コメント、あ、 DVD 欲しいですってコメント欄に書いていただけましたら、そちらから抽選させていただきまして、はい、1名様にサイン付きでプレゼントさせていただきたいと思います、はい、おおすごい、おおすごい、僕は個人的にサインを直接ね、直接ね、はい、はい、もらいに、いや、もう女優とは思えないたどたどしい、はい、ね、宣伝でしたけれども、いや、はい、本当ですね、アドリブだからしょうがないです、アドリブなんで、うん、急でびっくりした、はい、ありがとうございます、本当に、いや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 、すごい、私より先に持ってるだから劇場にちょっと行けなかったんで ね、 はい、ね、ちょっと短かったからね、短かったですね、このコロナ期間もあって、じゃあ1名の方に渚さんサイン入りのトラップガールの DVD プレゼントということなんで、はい、はい、詳しくはねちょっと概要欄見ていただければなっていうふうに思いますんで、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、じゃあもう今日これで終わりでいいのかな、そうですね、僕はもうやりきった感じがあります、はい、いやいやいや、盛り上がってますから、はい、もうね、もう B リーグのサイトがパンクするぐらいね、はい、盛り上がってますんで、そうですね、盛り上がってますよ、いやもう本当に、はい、ね、29日30日ゲーム3まであれば、うん、6月の1日にあります、うん、はい、B1 のチャンピオンシップファイナルですね、はい、はい、宇都宮ブレックスと、千葉ジェッツが勝ち上がってきましたけれども、はいはい、このことについて今日は話していこうと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、あれだね、渚さん、まずシーズンお疲れ様でした、いや、お疲れ様でした、今シーズンが、はい、真っ白になってますね、はい、気をつけてください、覚えてきてますね、蒼白してる、そんなことはない、はい、宇都宮さん良かったですね、強かったですね、いや強かった、うん、もう良すぎて3入るし、もう、ね、2戦目はちょっとねもうちょっと、ね、確かに2戦目が本当にあっぱれと、あっぱれというようなね、はい、感じの試合運びでしたよね、思、うん、はいました、すごい過去最強の川崎だったからね、うん、いや本当強かったから、ね、うん、優勝してもおかしくなかったですけども、今回はね宇都宮さんがってことだったけども、うん、はい、うん、あの僕たちねポッドキャストを慎太郎さんとやったりとかしていて、はい、まあ、セミファイナルについては結構詳しくねそこで話したりとかしてますんで、はい、エクストラパスの、ね、ポッドキャストも聞いていただければなっていうふうに思います、はいはい、で各チームのねあのオフェンスとかディフェンスの特徴みたいなのは、はい、セミファイナルの時にね結構慎太郎さんが詳しく話してくれましたんで、そちらの動画をね、はい、見ていただければなっていうふうに思いますんで、今日はもう単純にね、まあ、どんな感じになるかなみたいなことで話していこうかなっていうふうに思ってますんで、分析予想をね、はい、していきたいかなと、そうだね、はい、まず、はい、渚さんどうすか、どこが注目だなと思ってます、いやもう注目ポイントありすぎて、あの個人的な注目ポイントで言うと、はいはいはい、あのギブス選手がガードで、
結構宇都宮さん運んでるシーンがあったなって、はい、思ってて、そこが、まあ、千葉相手になった時に、まあ、川崎との時もそうだったけど、はい、まあ、劉選手がまたここ運んでくるのか、またそこはねどういう感じで来るのかっていうところも気になるし、はいはいはい、宇都宮の攻め方が千葉はあんまり変わらない、うん、と思うんですよ、うん、きっと、うん、もうずっとこの今シーズン60試合やってきたことをやりきって、うん、もう 最終体制でもう一番いい形で臨むで来るんだろうなって思うんですけど、はい、宇都宮がまた怖いところがまたここでなんか変えてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。もうトラウマですやん1点目がもうトラウマになってますやん、渚さんがもうだってうわーって思いましたもん、確かにあれ見てどうなるどうなるみたいな、全然違いましたからね、うん、トラウマですよね、うん、だから自分で思ったのが、はい、準備とかその日々のルーティーンなもので試合って変わってくるんだろうなっていうのを思ってたんですけど、やっぱりどれだけ準備しても当日ねえ対策を練られてくるかもわからないし、うん、はい、選手のコンディションもやっぱり日によって違うじゃないですか、はい、そこがまあバスケットボールの面白いところでもあるからこそ、うん、宇都宮、うん、川崎を見ててきっとハラハラしたと思うんですよ。はいはい、ハラハラしましたね。そだからこそのジェッツのブースターも、はい、こう宇都宮が何してくるんだろうっていうのが怖いんだろうなっていうブースター目線で思いましたっていう。そうですね、本当そうだよね。だからね、あの川崎相手にビッグラインナップを仕掛けてきてっていうのもやっぱり結構びっくりしたんで、千葉相手にも何かこうね、安西龍三さんが隠し玉を持ってるんじゃないのかという、はい、何か千葉対策としてね、何か隠し持ってるかもしれないなっていうのは結構ね、そこは注目ですよね。セミファイルの時に、動画の時に僕言おうかなと思ってやめたんですけど、そのビッグラインナップを使ってくるかもしれないピーク選手を注目っていうところに挙げたところで、ギブス選手、ロシター選手、竹内選手でピーク選手っていう風なビッグラインナップを使ってきた場合、うん、誰がピーク選手を守るのかも注目ですって言おうと、実はあの後出しでちょっと恥ずかしいんですけど思ったんですけど、うん、あのそれはさすがにあのインサイドが混雑しすぎるでしょうって、うん、が3人中いないのでインサイドさすがにそれは使ってこないんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、やっぱりね、安西ヘッドコーチはしっかり使ってくるっていう恐ろしさもあるね、そういうところも、まあ、トラウマを植え付けた、川崎ブスケのトラウマを植え付けた要因なんじゃないかなと思いますよね、うん、木を照らってやったわけじゃなくてね、本当に準備してやってきたって感じだったからね。ですね、はい、うん、はい、まあ、オフェンスの部分もそうだけど、やっぱディフェンスでちょっと効いてるねっていうリバウンドの部分だったかったから、そこがやっぱりね、恐ろしいよね。ゲームはリバウンド本当、はい、はい、そうですね、はい、ゲーム1はそうですね、 48% もリバウンド、オフェンスリバウンド、うんうん、あ、やっぱそうだね、数字、まあ、そう、僕ねちょっと言ったんだけど、リバウンドやっぱり注目だなってこの試合も思っていて、はい、宇都宮とね、はい、川崎の試合もやっぱりそのゲーム1でその 48%、はい、5% 取ったってね、25本ね本数で取ってるんで、はい、それがやっぱりね結構ショット確率が悪くてもね、勝った要因だと思いますし、うん、千葉と琉球に関してもゲーム1はねやっぱり千葉がオフェンスリバウンド取って勝ちましたし、はい、セカンドチャンスポイントもそうだし、でゲーム2は逆に琉球が取って、はい、セカンドチャンスポイントも取って、うん、はい、まあ、その分がね、本当勝敗に直結してたなっていうのがあるんで、はい、この千葉と宇都宮もね、オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイント、うんうんうん、もしくはディフェンスリバウンドっていうのはね、やっぱりすごい注目のポイントだなっていうふうに思ってます、うん、そうですね、いやもうまさに多分そこなんだろうなっていうのはもちろんあるですよね。リバウンドっていうのは、うん、もう千葉も実はそんなにシュート決定率は、ね、リーグで8位だから、うん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 、オフェンスリバウンドショット本数を稼いで勝つっていうチームなのでね、そこはやっぱり注目なんじゃないかなと僕も思います、はい、今ちょっと宇都宮と川崎の試合のことばっかりして宇都宮ばっかり話したなと思ったけど、はい、その千葉と、ね、琉球をやっぱすごかったなって、はい、ゲーム3まで、うんうんうん、でそのバスケって気持ちが強い方ってやっぱ言うし、解説の方も最後の方とかもどっちの気持ちが強いですかねって言ったけど、何ですかね、うん、なんかもう溢れるものがありすぎて気持ちがね、ほんとね、そう、こうビンビン伝わってきたよね、やっぱりね、そう、千葉も本当に良かったんだけど、琉球も良くて、うん、だからこそこのファイナルは
見逃せないカードだなっていう風に思いますよね、うんうん、もう全 B1 のチームがここまでねずっと全部の思いを乗せてのファイナルじゃないですか、はい、だからどのクラブも、まあ、シーズン終わってしまったところがまあねほぼだけど最後はどうなるのかっていうのを見届けてっていう気持ちがあるから、うん、なんかこれを見ないと今週が5月終わらないみたいな。そうですね。今年終われない。今年終われないですよね。そうだね、はい、はい、じゃあ最後に慎太郎さんにちょっとね、はい、慎太郎さんが注目してるポイントを紹介してもらって、うん、はい、そこやっぱり僕も聞きたいんで、まずですね、オフェンスリバウンドっていうところはまあまあ当然として、うん、まあ一旦そこは置いておいて、うん、他の部分でちょっと注目させていただきたいかなと思っていて、まずは、ペイントエリアでの攻防、ほう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 、はい、これどっちも2点が多い、ペイントエリアをアタックすることが多いチームなんですね、はい、ただ、ペイントエリアでの失点の割合っていうのは宇都宮よりも千葉の方が低いんですよ。ほうほう、だからペイントの守り方は千葉の方がうまい、数字上は。なのでもしそこで宇都宮がもしペイントで攻めあぐねてしまって、例えば3ポイント攻撃意見の回数に対して 35%26、7本ぐらい、25本から、うん、まあ、攻撃回数にもよるんですけど25から30弱ぐらいスリーポイントを宇都宮に打たせれば、うん、千葉のペースになります、うんうん、逆にそれが打てなか打たせられないペイントでの仕掛けがうまくいく場合は宇都宮のペースになります。うん、そこの攻防がやっぱりいかに硬い千葉のペイントエリアを攻略していくかって言おうと思ったんですけど思ったんですけど、川崎戦のゲーム2ですよ、はい、はい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 、はい、この試合のスリーポイント主導の割合、はい、いきますね、この試合のね、宇都宮の 45%、 45.81% ですよ、はい、まあ、ほぼ半分、うん、だから今までのレギュラーシーズンだと 35% 以上打ったら、うん、負ける傾向が多かったんですよね、まあ、宇都宮ね、宇都宮がね、うんうん、それを 45% 打ってきて、それを 50% 以上で決めてきた、はい、54.5 とかだったっけ、そう 54.5% で決めてきた、うん、これを見てしまうと、うん、まあ、ちょっと過去由来の数字はどこまでその信憑性があるんだみたいな話になっちゃうよね。そう、ここで見せてきた宇都宮っていうチームには、うん、もう僕のデータが通じないところまで来てるんじゃないかなっていうちょっともうへこみつつあるみたいなところはあります。なんか本当サイヤ人がスーパーサイヤ人になっちゃったみたいな感じだったもんね。いや本当ですね、うん、全然違うバスケットをやってきて、それで、うん、がっちり勝つっていうのを見せ、まざまざと見せられてしまったので、はい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 、これは千葉がいつも通りのディフェンスをした場合でももしかしたらって思っちゃうところはありますよね。数字上のゲームプラン通りに進んでいた千葉のね、うん、外を打たせていくタフな外を打たせるってなっていたとしてももしかしたらっていうところはあるのがちょっと恐ろしい、うん、宇都宮の恐ろしいところですね、はい、で、2点目が、ペースと速攻です、うん、宇都宮は結局これもうオフェンスリバウンドに通じるところなんですけど、69回8回から9回のオフェンス回数でリーグで一番少ないんですね、うん、攻撃回数ペースが一番スローペースなんですよ、うん、でこれの理由っていうのが何かっていうと1回の攻撃が長いからなんですね。うん、しっかりセットしてくるってことなのかな。そうですね、それもそうですし、うん、20秒攻撃かけてオフェンスリバウンド取って10秒攻撃かけたら30秒、あ、そういうことね、うんうんうん、だからそういうところも相まってペースがゆっくりなんですよ。なので結局オフェンスリバウンドっていうところにはなるんですけども、攻撃回数が72回を超えてくる場合って、宇都宮はちょっと負けちゃうことが多いんですね。なので、そこで合わせるのがやっぱり速攻ですね。ここも結構がっぷりでがっぷり四つでリーグで6番目上位で速攻で得点する得点の割合ですね、うん、総得点に対する割合が高い千葉とリーグで2番目に速攻を許さない宇都宮、はい、なんですそこの戦いなんですよ。がっぷり四つなんですよ、がっぷり四つなんですよ、はい、でね、72回を超えさせるためには、まあ、オフェンスリバウンド取らせないっていうのは一旦、まあ、そうなんですけど、はい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 、仮にオフェンスリバウンド取らせたとしてもいかに速攻で得点をしていくのかっていうところ、速攻を出すのかかな、速攻を出すのかでいいのかもしれない、速攻が出せるかっていうところになってくるんですよ。8秒以内のオフェンスをいかに回数多くするか、そして得点のうち、14、15% を千葉が速攻で取れれば12、3点千葉が
速攻で宇都宮から奪うことができれば千葉のペース。それなんかすごい簡単にさ解釈するとさ、要は早めたい千葉とゆっくりしたい宇都宮みたいな感じで大丈夫、はい、あると思います。というわけでもないってこと、そういうことで大丈夫、その理解そういうことで大丈夫だと思います、うん、はい、うん、そういうことで大丈夫だと思って、じゃあハイスコアゲームになってったら千葉ペースだな、ロースコアだったらば宇都宮ペースだなっていう風に見てて、はい、OK ってことかな、うん、OK だと思う。じゃあまた宇都宮がめちゃめちゃ入ったらハイスコアになりますよ、びっくりして、はい、その通りですけどもうトラウマやないかトラウマやゲーム2がそりゃトラウマになるよ、川崎ファンからしたら、あんなことされたら、ね、すごいって思ったけど、そうですよまあ、その何だろうな、まあ宇都宮は10点以下 10% 程度であれば宇都宮のペース、これは対戦成績にも表れています。速攻の割合が例えば 15% とかになってた試合って1回あって負けちゃってるんですよ。なのでまあそれがハイペースっていうのが速攻でやられたハイペースっていう言い方もできるし、オフェンスリバウンド取れなくて攻撃回数が増えてしまったっていうことも言えるので、うん、千葉としては速攻で攻撃回数を増やすっていう方が千葉らしさが出るのかなというふうに思っています。なるほど、なるほど。12、3点と10点このあたりのボーダーライン、うん、ここでここに注目していきたいかなと、はい、はい、で、その次が、フリースローですね。これあの川崎の内容とも被るんですけど、千葉っていうチームはもともとフリースローによる得点の割合がリーグで2番目で、フリースローのになった攻撃ポゼッションの割合も千葉って高いんですよ。リーグ2位なんですね、うん、だからリーグで2番目にフリースローをもらうチームなんですね、うん、でそこに対してポゼッションの 12、3% 本数にしてだいたい18本以上千葉が打てれば千葉ペースなんです、うんはい、それを下回ると15本とかそういう形になってくると宇都宮のペースです。これを証明するのがすみませんねほじくり返して申し訳ないですけど川崎とのセミファイナルなんですけど、両方のチーム実は川崎もフリースローでが生命線だっていうのを前の動画で言ってたね、15本16本しか打ててない、あ18本の壁を超えれてないんですね、うん、でフリースローの獲得ポゼッションなんて 6% 1ゲーム目とか 6% とかなんですよ、うん、全然足りてないあの川崎にしてみれば、はい、で千葉も 12、3% とかは平気であの獲得してくるポゼッションフリースローのポゼッションにしてくるチームなんで、これが 6% とかになってくるともう宇都宮のペースですね、はい、やっぱりそこを注目したいかなと思っています。やっぱり速攻のシチュエーションってどうしてもあのファールが多くなってくるので、うんうん、やっぱり速攻ともつながってきているのかなっていうふうには、速攻でいかにストップファールを狙えるかとかっていうところにも注目になってくるかなというふうに思っています、うん、と言っていながらフリースローね川崎もらえなかったんですよね、セミファイナルここでフリースロー取れてればって言ってたんですけど、やっぱりうまくディフェンスしていたんですよね、うん、だからそこがねもうね怖いですよね。もうこう言ってますけどこう言ってますけど、あの宇都宮、僕確か宇都宮はあのフリースローを与えちゃうチームだなんて言ってしまって僕ね、あの前の動画で全然与えなかった、もうだからいろいろ狂ってきてはいるんですけど、あそこは18本以上千葉が打てれば千葉のペースです、はい、と言えるでしょう。で、最後ピックアンドロールのディフェンスです。セミファイナルでは基本的に宇都宮はほぼほぼフルスイッチ、そうだね、で、はい、来てるんですね。でただあの今回相手するのがコー・フリッピン選手であったりとか富樫選手であったりとか、スイッチで抑えてスイッチしてしまったらスピードのミスマッチができるんですよ、うん、多かったですよね琉球の時も。そうですよね、うん、クーリー選手とか、うん、エヴァン選手にスイッチさせて、でじゃあはい僕が行きますよとか、ショータン選手とかね、うん、僕が行きますよみたいな、うんうん、ワンオンワンにして、もしくはピック読んでもう一回ガンっていくみたいなところがあるんですよ。やっぱりスピードのミスマッチをついてくるので、だから安易にスイッチしにくいんじゃないかなと思っていて、もし仮にあの宇都宮の、まあ、あの基本戦術通り引いて、ちょっと引いてライブ警戒で守るっていうことをして場合ですよ、おそらく千葉はポップアウトしてくるんですよ、うんうんうん、ギャビンとサイズが打てる感じ、あダンカンも打てるしね、うん、ダンカン選手サイズ選手ギャビン選手打てるんで、うん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 、オープンでは打たせたくない30、うん、
が揃ってるんで、うん、ポップアウトしてくるんですよ。じゃあどっちの戦略にシフトして、そのウィークポイント絶対あるので、そのウィークポイントをどのように守ってくるのか、あの3人目のディフェンダーがどういう風に入ってくるのかとか、うんうん、そういうところがやっぱり注目ポイントになるのかなという風に僕は思ってます。そうだよね、うん、だ全て守れればいいけど、全て守れるわけではないから、ね、わけではない。どこに比重を置くかっていうところが、宇都宮どういうディフェンスしてくるかっていうのを見てると面白いかなって感じですかね。そうですね、うん、多分細かく変えてくると思います、うんうん、そのね、時間帯とかにもよって、うん、いやここはやっぱりやられちゃいそうだからとか、ここで乗らせちゃうとあれだからみたいなので、はい、いろいろ、ね、川崎戦でもなんかそういうのあったしね、いっぱいね、すごい変えてました、守り方も変えてましたしね。渚さんの目が開いてないですけど、生きてますか、ね、大丈夫ですか、息してますか、もう浮かんでるもんね、フラッシュバックしてきてます、はい、ありがとうございます、慎太郎さん、はい、いやちょっとそこね、皆さんも注目してぜひ見ていただけると、より楽しめるんじゃないのかなというふうに思いますけれども、はい、予想とかしときます、どっち勝つねんの時間がそうですね、いや私は、はい、もう気持ちは宇都宮さんですね、はい、まあ、そうです、勝ってください、川崎からするとやっぱり、ね、うん、勝ってもらってね、はい、うん、そこですね、はい、まあ、僕はあれですよ、いつもながら、はい、あの木曜日の夜に YouTube ライブやるので、それ見ていただければと思います、ね、からのからのと今の気持ちは木曜日まで、今の気持ち、今の気持ち、今の気持ち、これまだ、まあ、今の気持ち、はい、火曜日、火曜日、予想じゃない気持ち、うん、気持ち、なんで予想、予想、気持ちじゃない、予想でしょ、気持ちだもん、予想のが大事でしょ気持ち、なんとか言ってくれないかなと思ったんで、だからまあそのさ、年間でレギュラーシーズン、はい、最高勝率のチームが今まで CS で優勝したことないんですよ、はい、1年目は川崎、2年目は三河、はい、3年目は千葉、はい、でもね、あの宇都の、あ、と当時は栃木、はい、東京、東京だったじゃないですか、うん、はい、まあ、そういった意味でやっぱね、こうレギュラーシーズンも一番勝率が高くて、はい、CS も優勝っていうのをねちょっと見たいなっていうのもあるんで、やっぱり、うん、宇都宮だけれどもそんな簡単にはいかないだろうな、千葉もね対策してくるだろうなってのは間違いなくあるんで、そんな簡単にはいかないだろうなと思うんで、はい、うん、まあ、気持ちで言うと宇都宮かな、うん、なるほどなるほど、はい、うん、慎太郎さんはこれね、僕相性的には、まあ、レギュラーシーズンの成績を見ると、うん、あとはスタッツを見ると宇都宮が優勢なのは間違いなくて、うん、まあ、3勝1敗、1勝3敗3勝1敗かな、うんうん、になってるんで、ただあのスタッツ的に見るとあの相性は千葉の方が良かったりするんです、良さそうだよね、うん、そう、うん、相性は良かったりするんですよ、だからすごい揺れてはいるんですけど、うん、あの僕はあのもうあの分析担当としてスタッツ的に噛み合ってる方が勝ったら面白いなというふうに思っているので、千葉ジェッツ、おお、勝利予想させていただきます、はい、大野さんに言うよ、はい、はい宇都宮ね、はい、土曜日で試合が終わって2ゲームしかやってないですけども、そうです、千葉は、月曜日まで3ゲームやってるんで、そうですね、その辺の疲労とかもちょっと影響してくるのかなっていうのは、ね、それはありますね、絶対思うんですよね、うん、疲労で、まあ、あの大要は中立っていうのももちろんあると思っていて、そこはかなり X ファクターになってくるんじゃないかなと思うので、うん、そうなってくるとやっぱり僕はアウェイで琉球を抑えた千葉にもやっぱり、はい、まあ、勢いはあるよね、うん、あるなっていうふうに思いますね、いやー大変な試合になると思います、まあ、完全優勝見たいっていう気持ちも確かに分かるんですけど、はい、そうね、はい、うん、分析班としては千葉ジェッツと、はい、そうなってきます、はい、まあ、今ね慎太郎さんがいろいろ話してくれたこととかも、あの慎太郎さんのね、はい、サイト bleagueanalytics.net の方には、はい、まあ、いろんな数字がね載ってますんで、はい、ぜひねリンク貼っときますんで、宇都宮とね千葉の、はいはい、ぜひその数字を見ていただけるとよりなんかねあの楽しめるんじゃないのかなと思いますんで、はい、いやもうね最後だね本当にね、いやー楽しみであるんですけどね、どうなんだろう、はい、本当でもここまで来たからさ、どっちが勝つってもおかしくないじゃないですか、もうセミファイナルの時からそうだったんだけれどもさ、うんうん、クォーターファイナルもそうだけれどもうん、うん、まあ、楽しんでいきましょう、はい、うん、皆さん楽しんでいきましょういやこういうの僕の役じゃないですか、こういうの僕の役でしょ、うん、はい、バイバイ、ありがとうございます、はい、バイバイ、楽しんでいきましょう、楽しみましょう、はい、CS